皆様こんにちは。この動画をご覧くださりありがとうございます。話を始める前に、この動画の画面上のアイコンから字幕表示ができます。字幕をご覧になられ、必要と思われた言葉をメモするとき、動画を止めてご覧にくださると良い気がします。また私の別チャンネルには、ウスに関しての1分間のショート動画がありますので、合わせてご覧ください。さて、現代では様々なタイプの統合失調症とうつが増えています。昔は精神が心が弱いからだと暴力的な言葉で不理解からの檄を飛ばすだけも多かったため、かえって悪くなったのです。ある医者も精神安定剤を多用し、薬依存症にもなる患者も多かったのです。薬の多用使用化は病人ご本人の体調にも影響し、誤った薬、体調に合わない場合も千差万別、病人と医師の考え方で相互に依存度合いに影響してきました。近代では脳内物質の活性化にドーパミンが良いとも言われ、薬としても服用を勧める医師もおられます。ドーパミンは脳と体を刺激する物質で、中枢神経の伝達物質です。運動神経、ホルモン調整に必要です。種子類、ごま、大豆、ナッツ類、唐辛子など、カレーほかスパイスなどを多く含む食品から、必須アミノ酸などタンパク質、肉や魚を摂取することも大事です。ビタミン B 類と加えて鉄分を摂取することも大切です。ビタミン B 類を多く含む食品は、豚、牛、鶏肉などのレバー、ニンニク、魚類、貝類、鉄分が多い食品として、やはり豚、鶏のレバー、カツオ、サンマなどの青魚類、純ココア、これは種子類と同じ、ほうれん草、小松菜、そば、ナッツ類、ひじきなどの海藻。食事として摂取する場合には、ビタミン C をプラスして鉄の吸収をアップすることで体内に取り入れることができます。逆にコーヒーや緑茶などに多く含まれるタンニンは、鉄の吸収を抑えることが知られています。このコーヒーや緑茶などの嗜好品を摂取する時のバランスが大切です。ドーパミンは目の前の恐怖心、不安感を解消させ、体と脳が戦闘モードにさせ、つまりやる気を促進させます。ドーパミンに対してノルアドレナミンです。ノルアドレナミンは自律神経を活発にする働きがあります。緊張すると心拍数が上がる、体の動きを活発にし、血量を増やし、体の動きを活発な動きを促進させるのもノルアドレナミンが作用して、脳内の伝達物質、自律神経の伝達物質などに影響します。副腎髄質から分泌されるホルモンとしての働き、役目があります。かゆみ、痛み、寒暖差を、ストレスを感知させます。ドーパミン同様に、目の前の恐怖心、不安感を解消させ、体と脳が戦闘モードに仕上げ、やる気を促進させます。不足はやる気を失わせ、仮に分泌されるとパニック障害になるのです。うつになりやすい人は、脳内物質のセロトニンの分泌が少ないことが近年判明してきました。この物質を増やすには、発酵食品、醸造菌、酵母、紅茶、味噌、醤油、漬物、納豆、ヨーグルト、甘酒、カシューナッツ、蜂蜜など、マグネシウムを豊富に含む食材が良いのです。昔から食べられた干しぶどう、最近見かけるデーツ、ナツメヤシの実はスーパーフードとして注目されています。妻とはがんによる死別から、私自身が鬱になりかけました。気分転換で海外駐在をし、
その時にたくさんのデーツを食べることができたのです。ある事件から大変な目に遭い、気落ちし、先真っ暗だったユダヤの王ダビデも愛した食べ物のデーツです。鬱からの回復にあたり助けた食べ物の一つがデーツだと思います。このデーツには食物繊維、鉄、銅、カリウム、カルシウム、リン、亜鉛などが多く含んでいます。毎日の朝食はセロトニンの分泌を促進させます。毎日15分程度のウォーキングで太陽の光を浴びるなどが考えられます。このドーパミン、ノルアドレナミンとセロトニンのバランスを保つことと、極度のダイエットは避けること、極度の心配事は避けて気分転換の切り替えをし、心地よい日差しもお伝えしていたドーパミンとセロトニンからホルモンの調整も促進させます。いろいろな研究が進んでいます。脳内物質に詳しい精神科の医師の治療をお勧めします。昔ながらの大量の薬を処方しないで原薬を徐々に進める医師を探してくださいね。しかし原薬は個人の判断から行うのではなく、避けて、医師との歩調を取ることが良いのです。過度なストレスを回避することも大事です。職場でしばらく休んで休養、パワハラストレスなどの上司に相談、ダメなら職場を変更したり転職する、住居環境を変えるのも良いでしょう。旅に出るなどもありますが、私が仕事と住居環境を変えるために海外の仕事に半年ほどのつもりが2年間駐在員として働きました。仕事の内容と言葉と覚えることが多すぎて、鬱だと自分に言い聞かせる落ち込んでいるところではなくなりました。忙しくするには個人差を見極めと環境が必要です。食事療法も一般的な考え方であり、効果が出るまで年月がかかります。精神科治療、心の問題の決定的な治療法は薬の変化から各医師の手探り状態が続いています。心と体は個人個人では千差万別だから難しいのです。そこで心と体の病に関する基本的な私の考え方を皆様にお伝えしたい。なぜなら私は多くの一般的な病の癒しと鬱と統合失調症の相談者が多いので、個々に対応し年月をかけても回復しておりますが、もっと一般的に知っていただきたいとこの動画を制作した次第です。では始めましょう。私たちに必要な霊と魂、心の癒しの方法をお話しします。最初の人アダムはエデンの園に流れ込む4つの川に集められた塵で神が形取り、神の息を吹き込んで生きるものとなったと聖書創世記に書かれてあります。エデンの園に流れ込む4つの川の塵、川に集まった微細な泥でアダムが創造されました。泥の微細物質の集まりが最高で、その体の持ち主となり完全であった人間、それがアダムでした。これらの物質は体内には必要不可欠ですが、私たちが動く運動から各細胞が必要とし消耗していくのです。食べ物から体内に取り込む塵、微細な泥を栄養素は必要であり、多すぎてもダメ、少なすぎてもダメ、その食べ方により変色はもっとダメですね。最初に脳内物質と食べ物の話をしたわけもここにあります。摂取した食事から体の細胞の一部となります。そして体の初神経が発した情報を脳神経細胞が判断、私たちの体を動かす、考えさせる、脳に伝達させる気持ちの変化とストレスは正常に処理する必要があります。その脳神経伝達に必要な物質が先にお話ししたセロトニンなどです。脳と体と
気持ちの伝達がスムースにいくために栄養補給が不足すると脳と体が次第に病んでしまいます。なので体の休息と睡眠は重要です。認知症を促進させる脳内物質アミノロイド β や認知症の病因タウタンパク質も近年言われています。うつになりやすいドーパミンの欠落は神経伝達物質でアドレナミンノルアドレナミンであると先に申し上げましたが、このうつがひどくなると認知症にもなりやすいと近年の研究で言われ始めております。アダムに話を戻して、その創造者である神の願いの契約を無視、完全な体で永遠に生きるという契約を破棄したために病んで死を迎える体となり、エデンの園を追放されたのです。それが私たちにも遺伝子と伝えられ、老化現象にもなり、脳がストレスを受けやすい体に変化しました。アダムと同じ体に復活することを願い、知らずして神に逆らった罪の許しを祈ります。人が犯す神への罪の結果、老化現象は否めませんが、少しでも健全な体に栄養素の取り込みができるように、消費した物質の回復をさせる食事を神に感謝しています。体の壊れた細胞、少しでも復活戻るように、健全な細胞が保てるように、キリストのお名前で祈り願います。アダムとエバは菜食だったのではとも言われております。神が食べてはいけないと言われた木の実を好んで食べてしまいました。創世記3章を見ると、その実は麗しく好ましくと書かれてあります。その実を食べるように、食べても死なないからと、神が作られた蛇の姿でアダムとイブに近づき安心させてから、そそのかしたサタン悪魔からの誘惑もありました。アダムとイブは神との契約で永遠に生きる存在であり、召使いや奴隷としてではなく、自由意志を持つ神の子としての存在を破棄したのです。最初に持っていた永遠の命の契約を破った後悔が、後に悩みとストレス、子供たちの件で心配事を持つようにもなりました。そそのかされたとはいえ、最初の神との契約を破棄し、神への罪を犯した、このことを憐れんだ神は新しい契約を作られました。後の世に地上ではなく天国で永遠の命を持つことができる新しい契約です。神に逆らった罪を買い取るイエス・キリスト、救い主の誕生です。そのイエス様の言葉を信じる者が永遠の命を再び与える。またこの世では悩み、苦しむ、死の原因である様々な病気からもイエス様を信じれば癒す、キリストの誕生で、イエス様の言葉で生きるようになる新しい再契約であり、イエス様の言葉を信じる者への命のパンの契約でした。人間には命のパンであり、その基本法則である神の言葉を食べることが重要になります。キリストの言葉が永遠の命につながるからです。私がおすすめする神の言葉である命のパンの聖書箇所は次の通りです。私たちの霊と魂、つまり健全な精神を保つために必要な言葉を次に挙げていきます。私たちは悩みと様々な願いが多いのですが、さて、あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編の5節、ここで言う主とはイエス・キリストのことです。あなたがしようとすることを主に委ねよ、そうすればあなたの計画は揺るがない。箴言16章3節と聖書、神が言われるので、のほんとした安らいだ気持ちを保てるようにしましょう。
あなたの判断が正常で正しい人ですから、それを保とうとするとストレスになるのですが、さて、正しい人の悩みは多い。しかし主神はそのすべてから彼を、あなたを救い出される。詩編34編19節と神があなたに語っておられます。また何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願いを神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをイエス・キリストにあって守ってくれます。フィリピ4章6節から7節。これらの言葉を繰り返し告白し、心に叩き込みます。心に染み込ませ記憶します。何かができないと悔やんでイライラしない、焦らない。神に委ね、神があなたにとって代わって行ってくださるまで、のほほんのんびりと気長に気持ちの切り替えをしてくださいね。次の言葉は、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。箴言3章5節とも聖書は私たちに語りかけています。先ほどお伝えしたフィリピ書4章6節から7節に書かれた言葉は、使徒パウロの獄中書簡と言われております。この言葉通りの実行を進めた最初の人は使徒パウロでした。キリストのことを話す、キリストが神だというので、ローマに捕らえられ投獄された時に書きました。ローマ皇帝が神のような存在で、彼を礼拝しないといけない時代でした。キリストだけを神としたので、ローマ皇帝の反対者として投獄されました。そのパウロが明日も知れない、殺されるかもしれない獄中の時でしたが、パウロはくよくよ悩んで鬱にならなかったのは、絶大な生ける神キリストに深い信頼を寄せ、常に心に平安を保っていたからです。もしあなたがキリストはまだ知らないのであれば、試して聖書を調べ祈ってみてください。大きな深い信頼をイエスキリストに寄せて叫んで祈ってみてください。パウロの言葉から、あなたの悩んでいることを、それをそのまま神に告げてください。パウロは感謝を持って捧げる祈りと願いと教えています。まずはキリストに祈れることだけを感謝し、初めて祈る方もおられるでしょうが、深く考えすぎないで、神であるキリスト、私に注目して助けてくださいというだけでも結構です。簡単ですね。つまり心の中、次の通りに思い続けることも必要です。神様、キリストの素晴らしさを体験させてください。それらを通してキリストを崇めることがもっとできるように、知ることができるようにしてくださいと祈ります。また、私はうつ病です。脳内分泌物のバランスを整えてください。イエス・キリストのお名前を通して祈ります。アーメンと言ってくださいね。このアーメンとは、ヘブル語から真実、偽りないとか、同意しますの意味があります。祈りはあらゆる場合に捧げる祈り、願いです。祈れば大丈夫という安心感が大切です。私は復活した神キリストに祈った。その神は全知全能だから、私のことを知るのだから安心だと、私たちが神に知っていただいているという安心感と確信は、私たちを平安に導いてくれます。なぜならそれは、人のすべての考えに勝る神の平安であり、安らぎなのです。つまり人知を超えた平安ということです。行き詰まってること、自分はどうしようもできないことなど、
そのまま祈りの言葉に変えてみませんか。イエス・キリストのお名前で、聖霊様助けてください、導いてくださいというのも良いです。聖霊とはキリストと共におられ、共に働いてくださる三位一体の神のお一人です。同時に私たちを助け主です。人知を超えた神があなたを見守り解放してくださるのだと認識し、のほほんとした気持ちで安心してくださいね。これが後々大切になります。一度祈れば叶うと安心すると、祈る前から祈った後にあれこれ考える必要はありません。キリストには聞く耳があります。後に解決され、願いが叶うので安心してくださいね。だから気長にのほほんと待つことも大切です。近日中に、1ヶ月後にとか、3年後、5年後、20年後とか、答えが叶う例を持っている私です。神よ、あなたの身思いを知ることはなんと難しいでしょう。その総計はなんと多いでしょう。それを数えるにしても、それは砂より数多いのです。詩篇139-17にも書いてあります。思いがけない素晴らしいこともしてくださったキリストです。想定外の出来事、妻も若死人もありました。私自身に鬱になりかけたことから救い出したイエス様です。私はあなた方のために立てている計画をよく知っている。それは災いでなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。エレミア書29:11と聖書には、神は私たちに語りかけてくださいます。続けて申し上げる聖書の言葉を繰り返し告白暗記してくださるなら、もっと聖霊があなたを助けてくださいます。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩篇37:5。私が主に求めると、主は答えて、すべての恐怖から救い出してくださった。詩篇34:4。人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。その人は倒れても真っ逆さまには倒れない。主がその手を支えておられるからだ。詩篇37:23。主に身を避ける人は人に信頼するよりも良い。詩篇118:8。あなたのしようとしていることを主に委ねよ、そうすればあなたの計画は揺るがない。箴言6:3。人は心に自分の道を思い巡らす。しかしその人の歩みを確かにするのは主である。箴言16:9。神のなさることはすべて時にかなって美しい。伝道の書3:11。もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。ハバクク書2:3。私はあなたの仰せの通りの道を走ります。あなたが私の心を広くしてくださるからです。詩篇119:23。うつ病、統合失調症、体全般の癒しにはイエス様、神の言葉からの助言、保証があります。詩篇69:29。しかし私は悩みます、傷んでいます。神よ、御救いが私を高く上げてくださいますように。あなたに救いと癒しがありますように、私は祈りますと書いてあります。人に認められたいが認められないと死にたいという人がおられます。神があなたを貴重な存在として認められることからスタートできます。創世記15:6。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認めた。これはユダヤ人の開祖アブラハムのことですが、人は彼を認めていませんでしたが、
神に認められた認識が彼を変えました。人が推薦するしないかと認められないかと悩まないでください。第2コリント3章1節と2節、私はまたもや自分を推薦しようとしているのでしょうか、それともある人々にあなた方に宛てた推薦状とか、あなた方の推薦状とかは私たちに必要でしょうか。私たちの推薦状はあなた方自分自身です。認識を深めれば、他人がああ言おうとこう言おうと、あなたの存在はあなたしかおらない、他人とは違う貴重な存在のお一人なのですよ。イザヤ43の4章、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、だから私は人をあなたの代わりとし、と神にはあなたに語っておられます。第2コリント10章12節、私たちは自己推薦をしているような人たちの中から誰かと自分を同列にしたり比較したりしようとは思いません。しかし彼らが自分の間で自分を測ったり比較しているのは知恵のないことです。完全にあなたを認め助け出そうとなさる神に頼ってはいかがでしょうか。神への信頼を、信仰を深めれば深いほど、神からの回答と癒しの時間が早くなる気がします。あなたのために神からの祝福と癒しを祈っています。一度二度祈ってもダメだったと諦めないでください。神キリストへの祈りは保険をかけるのとは違います。あの神、この信仰と動き回って祈り願うのでもなく、あの人この人と祈ってもらうことを信仰的保険をかけると言います。女性が18年間あちこちの医者にかかっても治らなかったが、キリストの噂を聞きつけ、最後の望みとしてキリストだけにすがりつきました。いろんな人から、へえ、キリストに乗るのダメダメと言われても、諦めず信じ続けて、その信仰を神キリストが認めて癒されました。初めての人は半信半疑は当然です。半信半疑から 100% キリストを信頼し続けた、信じた人から順に癒されてます。悩んでいる者や貧しい者が水を求めても水はなく、その下は渇きで干からびるが、私主なる神は彼らに答え、イスラエルの神は彼らを、私たちを含みます、見捨てない。イザヤ書41節の17節、神に信頼、信じることを積み上げていく必要があります。祈り始めは半信半疑でもいいですけど、そのままの状態ではなく、完全さを、成長を求める神です。キリストに乗って答えられなくてもいいですけど、ダメなら別の神、信仰もあるしといった信仰的な保険はダメです。神の答えにふさわしくなる成長のための訓練と訓戒も受けますね。この訓練と訓戒を途中で放棄しないことも重要です。イエスは振り向いて彼女を見て言われた、娘をしっかりしなさい、あなたの信仰があなたを治したのです。すると女はその時から全く治った、マタイ9章の22節と言われたイエス様です。白いものは白く、赤いものは赤くです。そうです、この話の前の女性と同じ、神はあなたを見捨てないのです。またうつや統合失調症の症状でダメだと悩みすぎずに神に委ねることも重要です。神様があなたのことを一番心配してくださるからです。それは次の言葉からです。
空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしませんけれども、あなた方の天の父がこれを養ってくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。マタイ6章26節。だから神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。マタイ6章33節から34節。早く治りたいという気持ちは焦りますが、まずは第一に神の義、栄光を求めるのです。神様の義とは、神様の正しさ、聖書の言葉の証明を求めるわけです。正しいものの悩みは多い。しかし主はそのすべてから彼を救い出される。詩篇34章の19節から神があなたに語っておられます。あなたが正しい行動と考えの持ち主なので、当然いろいろ悩みます。自分を保ちたくてもできないので、ついイライラ、そしてストレスになります。鬱でも、他の肉体が病んでも、経済的な問題から明日が心配だと鬱になったとしても大丈夫。現在苦しくても大丈夫。イエス様がおられるから、明日は一歩前進で良くなるのです。途中でさじ投げ、祈りをやめないこと、神への期待をやめないことです。主よ、いつ答えが来るのですかって焦らない方が良いのです。すべて時にかなって美しいと、ソロモンを通して語る神様です。聖書、神の言葉と私たちの気持ち、信仰が加えて行動、思考が神の願うように同じになるためには、私たちの方から近づいていかないといけません。神と私たちの気持ちとが同じになるには時間がかかります。あなたにイエス・キリストからの平安と祝福を。脳内物質、神経伝達物質のセロトニンやドーパミンなどが増え、調整されるように、バランスが保てるように、キリストのお名前で神様への深い信頼と確信を持って、あなたのために癒しを祈ります。信仰だけで、祈りだけで治すとは私は言いません。でも第一の主治医は神であるキリストだと告白します。なぜなら、母親が治らない病気になって医者もさじ投げますが、私は神に食い下がり4年間祈り続けると、突然記憶が戻ったことがあるからです。それはアルツハイマー、記憶喪失、認知症です。祈りをどのようにすればわからない、どのようにすればよいか、あなたの気持ちを伝えると聖霊の助けがあるのは確かです。鬱はトントン拍子に良くなる人、ならない人がいても良いのです。個人個人に合わせて、神が、聖霊が助けてくださるのです。なぜなら、次の言葉からです。聖霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらわからないのですが、聖霊ご自身が言いようもない深いうめきによって、私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は、聖霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら、御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしてくださるからです。ローマ書8章の26から27節。あなたが祈れないのであれば、私自身もお手伝いさせていただきます。私のアドバイス、カウンセリング、癒しの祈りを取りなしから、多くの方が神様からの答えをいただき回復しております。
キリストの力で多くの人が癒されてきました。うつや統合症の回復、耳が聞こえない難聴やしつこい耳鳴りからの回復、認知症、車椅子から立って歩く、長期の寝込みで足が衰えて歩けない人さえ歩く、白内障、心臓の弁の病、がんの早期発見する、その他にもたくさんの例があります。子宮筋腫で子供が産めないけれど癒され妊娠し、また長年の不妊も癒され、子宝に恵まれた人もおられます。さまざまな癒しを私が取りなして祈ってから、神ご自身の栄光を体験させていただきました。神はあなたの悩みを知って、うつや統合失調症、肉体の病から救い出して、心を軽く癒すイエス・キリストです。それでも嫌な出来事が重なったり、すぐに病が良くならない時はキリストに期待し、明日を見ています。その証拠にしている言葉は次の通りです。キリストの十字架で鞭打たれた傷と死は私たちの身代わりであると信じ、キリストは死んだだけではなく私たちの罪と病を背負ったことを信じ復活したので、私たちも主イエス・キリストにあって新しい体、病のない体に生まれ変われるのです。それはイザヤ53章の5節、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは癒された、ここがポイントでした。この言葉から期待した確信です。このおすすめは私の実体験からでありますが、確かな言葉が聖書に書かれてあります。それはローマ書12章2節、この世と調子を合わせてはいけません。世の中の一般的な考え方、常識のことです。そして聖書に戻りますと、いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。この言葉通り、心の一心で嫌なことを忘れ、明日へとキリストを通して熱望期待しております。自分から神に近づき、心が変えることができるように、一心できるように聖霊の助けを求めています。そしてそれらに努めています。この長い時間動画をご覧くださってありがとうございます。私はあなたのために祝福と癒しを祈り続けます。